にちは、さとみくんです。今日紹介するメニューはこちら、アメリカのローズから出てるコロッサルクロードっていうビールです。それでは行ってみよう。それではこちらコロッサルクロードをいただきますと。あー、使ってるホップがあのエチゴビールのあのシトラストラタと一緒だから、ものすごい柑橘系のフルーティーさが爆発してる。あ、香り、めっちゃいい香り、爽やか。お、あ、苦い、超苦い、柑橘系の苦みがすごいくる。あ、エチゴビールのシトラストラタ IPA より苦い。あ、これすごいね。苦いけどめっちゃフルーティーで美味しい。爽やかで飲みやすい。超うまいっす、これ。